日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。ついに来ましたミスド×ゴディバ第2弾。こちらのハート型ドーナツが出売されましたね。だけど今回2種類でちょっと寂しいなーって思ってたら、衛星からもゴディバコラボ商品が発売されましたので、今回はミスドとローソンのゴディバ商品合わせて5品を食べていきたいと思いまーす。あとパスコとか野上とかいろんなところとコラボしてるみたいなんですけど、それらはまた機会があったらチェックしてみたいですね。どんな味なんだろうか。まずはこちら、ローソンのショコラロール、チョコチップ&アーモンドに顔を見せてもらいましょう。ちょっとアーモンドが崩れた、あー失敗したな。チョコレートとアーモンドがしっかり見えますね。生地の中に練り込まれているアーモンド出せたくするのかな。ではいただきます。ドーナツだけだと寂しいかなと思って、ローソンのゴディバ商品も買いましたけど、大正解ですね。これはローソンもミスドもしっかりチョコレートのとろっとした癒される甘さが口の中で広がってくる。これが本当に心地いいだけじゃない。カリカリという音と時折感じる香ばしさでしっかり時にキュッと締めてくれます。もっといろいろ食べたいな。だけどバレンタインもなんだかんだであと2週間したら終わっちゃうし、また来年かな。それまでに本家本元ゴディバのチョコも食べてみたいです。まあ一回食べてるんですけどね。集まれゴディバの森で。今回の詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。最初に食べたローソンのゴディバコラボショコラロールは、アーモンドのカリカリという音が食べ進めていくとパンのふわっとした食感とともに楽しめて、どちらかというとチョコレートの甘さや苦味よりも食感を楽しむロールパンというイメージがあります。なのであなたがアーモンドがお好きなのであればぜひ食べてみてほしいですが、食感を求めるならショコラパイサンドの方がいい。サクサクというパイ生地の音と食感が甘めのチョコレートとともに口の中に広がってきました。サクサク音が好きなのであればパイサンド食べてみてほしいです。で、ショコラテリーヌサンドはクッキー生地がしっとり系で口の中でポワーッと広がって、こちらもどれもチョコレートは比較的甘めなので、甘いチョコレートがお好きなのであればぜひ食べてほしいです。で、ミスドとのコラボなんですけど、今回は、まあ、外側にコーティングされているだけではなく中にも板チョコが入っていましたね。なのでパキッカリッという食感と音も楽しめて美味しいです。まあ、アーモンドの香ばしいクリームと多分ベリージャムと思われる甘酸っぱい味わいが広がってきたんですが、ベリージャムの甘酸っぱさのがよりチョコレートの味と引き立てて美味しいなと思ったので、今回はローソン側はこちらのパイサンド、ミスドコラボ第2弾はあのピンク色のハートのドーナツを代表として5点とさせていただきます。それでは、冬バラの柱が立つのこの部屋に、いやいや立ちませんからね、そんなのあったら怖いよ。ご視聴ありがとうございました。本日はローソンとミスドのゴディバコラボ商品5品を食べた動画です。もしあなたのがこれ気になると思った商品がありましたらチェックしていただけると、そしてチャンネル登録コメント高評価をしていただけると嬉しいです。さらにはリクエストフォームやマシュマロから要望などありましたら送ってくださるともっと嬉しいです。では演舞終演。
本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。